皆さんこんにちは、ドルオちゃんです。今回はですね、この今ね、おっちゃんが飼育しているスマトラヒラタのね、産卵セット、これがね、去年の11月25日にね、山から採取してきた瓦材をセットしたんやけど、これがもうね、ぼちぼちこんな感じでもう産んどってもおかしくないかなーというような状態になったんでね、ちょっと今回はこれをですね、割り出してみようかなと思います。じゃあちょっと今から早速ね、材の方を取り出して割り出してみようと思います。これがね、結構ギチギチにね詰めたんで、しついて取れんな。ちょっとこれね、もう一気にひっくり返してみようかな。まだ親の方がね、この中に入っとる状態なんで、ひっくり返したら多分ね、これ親の方も一緒に出てくると思うんやけど、一気に行こうか。そこの方はね、なんかこの辺なんかも幼虫やないかなっていうのが見えるんでね、一気にちょっと行ってみよう。どうかな、こんな感じ。幼虫はどんなかな。見る限りではおらんね。まだ小さいんかな。おらんな。ちょっと両方手袋しようかな。あ、おった。ここおったね、一頭目。まだ小さいけどおったね。ちょっとここ入れとこう。これはちょっと終わったら出てくるんかな。材はちょっと先に受けようかな。マットを確認しよう。ちょっと下のこのマットが気になるんでね。あ、親が打った。この辺のこれはちょっと後で割ろうかな。これが親。まだ元気やね。これがね、52ミリやったかな。スマトラのメス親。まだ元気やね。出てくるな、割ったら。マットの中におるかな。あ、おったおった。おるわ、やっぱ。これ。ほら。これ二頭目。あ、おったかな今。これそうやないかな。あ、おったおった。うわぁ、これまだ小さいなぁ。これ、ほら。うわぁ、これまだどしょれや。まだ小さいね。あ、おったおった、ほら。これ。卵もあるんやないかな、これ。これちょっとまずいな。これはちょっとこのまましとこうかな。真っ白まだ頭が。捨
で、これなんかまだ卵やないかな、隣に出てきたのは。これ、ほら。ちょっとこれカップに置いとこうかな。ちょっとこんな感じで。これはちょっとね、どこかな。ちょっとこれマットはもうこのまま戻そうかな。ちょっとこれはね、このまま戻そう。今ちょっとマットの方はね、もうケースに戻しました。ちょっとね、幼虫の方があんまりにも小さいんでね、とりあえずこの材の方をね、割るだけ割ってみようかね。これも同じ状態なんかな。マットがひっついとるけね、材の方に。ちょっとこれの方、マットをね、のけて、もう割ったら出てきそうな感じやもんね。割るだけ割ってみよう。これ手で割れるかな。結構太いね、瓦やったんやけど。手で割れるとこは割ってみようかな。割れそうにないね。意外と硬いね。この辺ちょっと刺してみようか。もう折ればね、食痕が出ると思うんやけど。ああ、もういきなりあったわ、ここ。これ。いきなりここ。うわあ、これもう。割らん方がいいんかな。まだちょっと早いかな。これも土処理やないかな。これ見えるかな。これめちゃくちゃちっちゃい。これは割らん方がいいかな。ちょっとつまようじ。これこんな感じ。小さいね。まだちょっと早いんかな。もうでもね、11月25日なんで、大きい幼虫は大きい幼虫でおると思うんやけどね。もうちょっと割ってみようかな。まあでも食痕がない。あ、折った。あ、やっぱ大きいの折るわ。ここ。結構育っとるわ、もう。これこれ。これはもう割らないけん。
これを出そうかな。これで出るんかな。出た。これね、ほら、これでもなんだかんだ 2,4,6 透明やもんね。そうでもないか、これはさっきのに比べたら大丈夫かな。出た。これあ、卵が出てきた。まだ卵があるわ。これは落ちた。どこ行ったかな。あ、これか。あ、ここも卵があるわ。これとこれ。あ、こっちにも卵がある。これちょっと早かったな。これ2つ。あ、落ちた。ここも卵がある。これちょっと早かったんかな。しょうがないね。でももう割り出したんで、もうこれ後で戻そうかな。卵がボロボロ落ちとるわ。あー、これ卵や。ちょっとこれ置いとこうかな。ここもまた卵が出てきた。ほら、これはもう置いとった方が良さそうやな。落ちた。孵化マジかやね。これ大きいわ、卵が。あ、ここも卵や。これ参ったな。こらこれ、これも卵。というわけでね、今スマトラのね、割り出ししよったんやけど、ちょっとやっぱね、これさすがにね、卵ばっかり出てきて、まあほんで幼虫も出てきよんやけどね、幼虫の方もね、まだね、かなり小さい状態なんで、もう今ね、割り出し途中の材はもうこうやってまたケースの方にね、戻しました。これはまたね、もう2、3週間して、その後にね、割り出しようと思います。そしてね、結局小さい幼虫がね、今ちょっと割っただけで、今回これ見えるかな、小さいけど、ちょっとアップにしてみようか。こんな感じ。まだ土処理やもんね。これなんかも孵化したばっかりやないかというような感じやけね。こんな状態なんで、
早かったね今回は。7頭のね土書類と、それとこれ今お茶の方でね卵を避けとったんやけど、こんな感じ。卵が2、4、6、7個、まだねこんな状態なんでね、さすがにね全部割り寄ったら大変なんでね、今回はねとりあえずスマトラの割り出しの動画をね撮影しようと思ったんやけど、ちょっと中途半端な状態で終わろうと思います。この割り出しね、また続きがね撮影できれば撮影するんでね、次回またよかったらねご視聴よろしくお願いします。今回はねスマトラの割り出しの動画になりました。